おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ということで今日も元気にサカツクやっていきましょう。よろしくお願いします。さて皆さん、私がね今日何をやっていくかと言いますと、みんな忘れてたでしょう。曜日マッチの更新来てるんですよ。覚えてた人、忘れてた人、はい、みんな手挙げたね、みんな忘れてたね。ってことでね、今回はこちら曜日マッチね見ていきたいと思います。まあちょっとね毎回毎回影が薄い曜日マッチではありますが、このね曜日マッチもね忘れてしまってはもったいないです。インターナショナルカップでねぐっと優勝に近づけるその選手たちラインナップにいますので、早速ご紹介させていただけたらなと思います。いつも通りね3段階優先度 ABC で紹介させていただいて、A の選手はぜひ取っていただきたい、この選手を取ったら皆さんインターナショナルカップぐっと楽になりますよと、 B の選手は手持ちの選手と相談してください、もしも欠けているようでしたら取った方がいい選手、そして C の選手、残念ながらこの C の選手取る必要がない選手です。よっぽどねこの選手が好きだって方以外は取らなくていいんじゃないかなというところで、早速本日も ABC3 段階に分けて曜日待ちの選手皆様にご紹介していけたらということで、まずですね A ランクファン・ホンソン選手、早速月曜日に来ました。韓国センターフォワード、カウンターポストプレイヤーでございます。そう、皆さんね勘のいい方ならお気づきでしょう。カウンターのポストプレイヤー、まさしくね今現在ミランのステファノ・ピオリ監督必要なプレースタイルになっております。やはり韓国という国なかなか強い選手がいません。最近ねガチャでだいぶラインナップ更新されてきてはいるんですけれども、それでもねまあこれぐらいしかいないわけですよ。特に見てください、センターフォワードファン・ウィジョー、いやこれだけでは頼りない。ソン・フンミンね持ってる方いらっしゃるかもしれませんが、今回のねこの曜日マッチの選手必ずね一人は取っておいていただきたいですね。ポストプレイヤーというところもいいですし、センターフォワードというところも捨てがたい。さあ能力見ていきましょう。一匹狼、フィジカル何も文句のない性能ですね。貫突すると6499までいきますが、そこはもう置いておいていいでしょう。ポストプレイヤーらしくですね、シュート BC にキープが DE、 トラップ DE、 パワー BC としっかりね前線でボールを収めることができるファン・ホンソン選手、 A ランクでのご紹介となりました。さあそうしたらお次ですね、スウェーデンのサイドアタックスイーパー系統センターバックナルビー選手の紹介です。スウェーデンと聞くとですね、いやいやポストプレイヤーズラタ・イブラヒモビッチを思い浮かべる方少なくないんじゃないでしょうか。しかしですね残念ながらこのゲームスウェーデンもあんまりいい選手がいませんね。まあイブラヒモビッチだったりねビクトル・リンデルフだったり、ここら辺はねお金を使ってガチャを引かないと手に入れられない選手ですし、こちらラーソンに関してはレジェンドマッチの選手なので復刻が来るまで待たなければいけません。アンデルセン、そしてこのヘルン、この2人に関してはですねスカウトで手に入る選手になりますが、スカウトもねなかなか手が出せない、なかなかねリーグを周回できないっていう方は手に入れられてる方もあんまり多くないんじゃないかなと思います。まあ噛んでいきましたが、私の語彙力もスウェーデンの選手と同じぐらい少ないというところでですね、特にセンターバックチームを大きく支えるねそんなポジションになってきます。今回の火曜日こちらのナルビー選手ですが、火曜日月曜日両方合わせて取っちゃってください。優先度 A とさせていただきます。まあねスイーパーとは言いつつパスカット BC タックル BC と欲しい能力完璧に備わっていますね。マーク DE も嬉しいところ、スタミナ E パワー D はどうでもいいですが、特徴のねパスカット見習い、そして累積での出場停止になりにくいフェアプレー、何の文句もない特徴でしょう。月曜日火曜日一緒にね優先度 A というところでがっちり取っていただけたらなと思います。さあそうしたらですね水曜日、さあ皆さん一緒に発音しましょう。せーの、タビルピーラー、合ってた私の今、タベルピーラーん、タベルピーラー、マジちょっとね読みにくい名前のこんな選手ではありますが、水曜日はこのタベルピーラー選手でございます。さあスイスの星4ゴールキーパー守護神、得意戦術はカウンターです。スイス、そう今まで紹介させていただいた韓国だったりスウェーデンといったそんな国よりはですね、まあ比較的ガチャさんの選手が多いのがスイスかなと思います。特にですねこちら星4のヤクボビッチ選手ですね、同じようにカウンター守護神の選手になってます。ただですねスイスも見ていただいたらわかるんですが、
まあまあ揃ってはいますが、がっつりしっかり揃ってるっていうほどの国ではないです。ヤクボビッチ選手がいればですね、スイスのゴールは安心ではありますが、もしもいないのであればスイスのゴールはガラ空きです。もう自動ドアのようにね、ボールが右から左に流れていくこと間違いなしです。それを考えるとですね、自分の手持ちを一回見ていただいてですね、ヤクボビッチ選手がいるのかどうか、もしもいないのであればタベルピーラー選手取っておくと後悔しないんじゃないかなと思います。まあね、結果的にヤクボビッチ選手を引くことができたとしても、彼は銀コインになりますが、ピーラー選手銀コインになりませんので、銀コインにならないピーラーを起用してですね、銀コインになるヤクボビッチ選手はコインに変えて、あげく金コインに変えて限界突破の素材にするというのも一つの手かなと思います。 A ランクほどとは言いませんが、取っておいてまあ損はないかなというところで、今回 B ランクとさせていただきましょう。うん、まあ特徴も能力も普通だね。セービング見習いハイボール悪くないです。さあそうしたらね、今度はカフトン選手です。ロシアの組み立てサイドバック、 MSB 組み立てサイドバックですね。得意戦術は中央突破。はい、もう皆さんね、勘のいい方はお気づきでしょう。中央突破、組み立てサイドバック、そうですね、コンテ監督ですね。ここコンテ監督は組み立てサイドバックが必須なんです。最近ね、組み立てサイドバック使うフォーメーションコンボ多くなってきている。どう考えるとね、やっぱり組み立てサイドバック持っておきたいんじゃないかなと思います。 MSB ね、さあロシアもね、そんなに選手がいる国ではありません。インターナショナルカップ優勝するとですね、ゴールキーパーレフ・ヤシンが手に入ります。もうね、総合値もね、だいぶインフレに巻き込まれてしまって、これもう星4じゃねみたいな総合値になりつつありますが、それでもね、ヤシン好きな方は取らざるを得ないでしょう。ロシア頼りにならない選手しかいないこの国のね、レフトサイドバック。シーカーもね、最近ね使いたいこの MSB、 もうこのカフトン選手 A ランクです。今週比較的ねランク高い選手多いですね。今週じゃないか、今月か。もうね、月曜日の韓国ファン・ホンソン選手も A ランク、そして火曜日のスウェーデン・ナルビー選手も A ランク、水曜日のタベル・ピーラ選手、どぎつい名前ですが彼が唯一 B ランク、そして木曜日のカフトン選手も A ランク。ここまで4人が A ランクです。皆さんね、もう曜日マッチそんなやりたくないよ、めんどくさいよって方、まだ金曜日があります。さあそれでは金曜日見ていきましょう。大丈夫です、皆さんご安心ください。金曜日予想通りですね、いつも通り1人は来ます。日本の星4選手、奈良選手ですね。さあようやく一息つけるんじゃないでしょうか。日本人はですね、これから先も代表戦があるたびにガチャが来ます。来年はワールドカップ間違いなく代表ガチャが来ます。日本は一回置いておきましょう。選手いないのであれば置いておきましょう。そのうちですね、代表ガチャやって手に入れられること間違いなしです。奈良選手自体が弱いわけでもね、奈良選手が悪いわけでもありませんが、さすがにね、今月いっぱい取らなければいけない予備マッチの選手が多い中で、彼にね時間を割くそんな余裕は皆さんないんじゃないでしょうか。私もね、まあ、ちょっと重複している選手もたくさんいますけれども、日本の選手だけでこれだけいます。もうワンサカいるね、ごちゃごちゃいるね、すごいいるね。まあ、日本の選手は比較的来やすい、まあ我々日本人ですのでね、すいません、日本以外の方が見てたら今のは失礼しました。まあ日本人の方が多い中でですね、日本の選手必ずいつか来ますので、まあちょっと今回ね、奈良選手ゆっくりお休みしていただくのがいいんじゃないかなというところで、最後の彼は C ランク、いやこの選手は取らなくていいんじゃないという選手にさせていただきます。ってことでですね、今回は皆さんに今月の更新曜日マッチランクをね、月曜日から金曜日までつけてご紹介させていただきました。対象期間は1月の12日水曜日です。まあ年内にね、取れたら取っておいたらいいんじゃないかなとは思いますが、なんといってでも今は大変レジェンドマッチですね。このレジェンドマッチね、とにかくぐるぐる周回しなければいけません。特にねこいつが1月の5日までやるもんですから、もう皆さん曜日マッチなんてやってられない。さあさあ、そうしたらね、この1月5日曜日マッチはね、レジェマが終わったらとりあえずやると、そんなような気持ちでいただければいいかなと思います。確かにね、彼らインターナショナルカップで優勝する上でね、すごく戦力になってくれる選手ではありますが、あくまでもレジェマが優先です。1万ポイント達成するごとにね、ガチャチケットも手に入りますので、まあ、よっぽどね、俺はもう課金するからガチャなんて引かねえぜみたいなね、化け物みたいな方以外はレジェマ必死に周回していただけるのが後悔ないのかなと思います。ということでですね、
今回もここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。